今年で25回目を迎えた HTB ジルベスターコンサート、会場にはおよそ1400人の観客が集まりました。より多くの世代の人に楽しんでもらおうと、今年は開演時間を早め午後3時スタートとなりました。コンサートには札幌交響楽団に加え、ギタリストの押尾幸太郎さんも登場、さらに歌手のリファさんやバイオリニストの堀内ゆりさんも圧巻のパフォーマンスを披露し、1年の締めくくりとなるステージを盛り上げました。それでは良いお年をお迎えください。